どうも、くまきゃ音楽チャンネルです。本日は間違い探しという曲をやっていくんですが、リクエストありがとうございます。今回の登場コードはこのようになっております。カポっていうのを使うバージョンもあるんですけれども、今回はまあ初心者の方に優しくというかですね、カポ使わないでもできるコードとさせていただきました。いつも通り簡単コードとさせていただいております。これでどういう風になるのかっていうのは、最後にやるお手本弾きをご覧いただくといいんじゃないかなと思います。さあ、それでは右手に関して見ていきましょう。まずですね、これ基本のストローク、これです。間違い探しの間違いの方にタタンツカ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 間違い探しの間違いということで、タンタンツカ、基本のストロークです。先ほどスローでね、表示しましたが、そのタイミングで左手が、これ左手なんですけど、何の説明だって話ですか、こっちが動いてるタイミングがあるんですよね。タンタンツカタンっていう風にね、左手が動きます。これがコードチェンジのタイミングになります。どこで左手が動いてるのかなっていうのを見ていただくといいんじゃないかなと思います。もちろん初心者の方は全部わからんはずなので、一個ずつコードを覚えることから始めましょう。で、他にもあります。何かというと、ダウンが多いやつ、これです。違い探しの間違いタンタンタンツカタンタンタンツカですね。タンタンタンツカタンタンタンツカということなので、タンタンタンツカ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 タンね。もうこの2つを組み合わせるだけで、抑揚のある弾き語りというのはできるかなと思います。ワンランク上に行きたい方はこれです。間違い探しの間違いの方に、つまりタンタンツカツカトンタンツカタンツカツカトンタンツカタンタンツカツカトンということで、これまで紹介したストロークでこちらの曲やっていただくといいんじゃないかなと思います。じゃあ実際にどういう風に弾いてるのかっていうのはね、お手本弾きでやってみましたので、こちら参考になりましたら幸いです。皆様のギター上達、心から応援しています。それではお手本弾きどうぞ。間違い探しの間違いの方に生まれてきたような気でいた。探しの正解の方じゃきっと出会えなかったと思う。ふさわしく笑い合えること、なぜだろうか涙が出ること。君の目が貫いた僕の胸をまっすぐ、その日から何もかも変わり果てた気がした。風に飛ばされそうな深い春の隅で、退屈なくらいに何気なくそばにいて。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。